7月11日木曜日から20日土曜日まで夏の交通安全県民運動を実施しています。運動の重点は子どもと高齢者の交通事故防止、歩行者優先意識の徹底と安全な横断方法の実践、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転等の根絶、自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。6年生です。歩行者の皆さん、横断歩道では手を挙げて安全を確認してから渡りましょう。また止まってくれたドライバーの方にありがとうとお礼をしましょう。津市立久井中学校交通安全委員会です。皆さん、自転車に乗るときヘルメットはかぶっていますか？自転車運転時のヘルメット着用は国民の努力義務となっています。ヘルメットはあなたの命を守ります。顎ひもをしっかり調節して着用し、自分の命を守りましょう。ドライバーの皆さん、運転するならお酒は飲まない。お酒を飲んだら絶対に運転しない。皆さん一人一人が強い自覚を持って飲酒運転を根絶させましょう。高齢者の皆さん、日中の暑さを避けて早朝や夕方に外出する機会が増えると思います。外出する際は周囲に自身の存在を知らせるため、明るい服装と反射材を身につけましょう。夏本番を迎え、行楽などで自動車を運転する機会が増えるほか、暑さから来る気の緩みや疲労感から交通事故の増加が懸念されます。車を運転する方はこまめに休憩を取り、時間にゆとり、心にゆとりを持って安全運転に努めましょう。歩行者の皆さんも道路を横断するときは左右の安全確認をしてから横断を始め、横断中も周りに気をつけてください。皆さん、交通マナーの向上とルールの遵守をお願いいたします。津市長の前場康之です。皆さんから交通事故防止に向けた力強いメッセージをいただきました。夏休みに入る時期、外出の機会が増え、交通事故の増加が懸念されます。まず歩行者の方々は明るい服装と、そしてこうした反射材を身につけ、周囲に自分の存在を知らせてください。そして自転車の皆さん、ヘルメットを着用なさり、万が一の事故から頭部を守ってください。さらにドライバーの方々、歩行者や自転車の動きに十分ご注意いただき、交通事故防止に努めてください。市民の皆さんが一丸となって交通ルールを守り、悲しい交通事故を防止し、より良い津市を作ってまいりましょう。